二条秋雨は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての苦行。関白、純三宮。石関家二条家の当主。父は二条、晴吉、母は、伏見宮貞だ厚新郎の娘、石城。織田信長の幼女、実娘をめとったのをはじめ、豊臣秀吉、徳川家康など天下人との接触が多かった。永禄十一年十二月。 十三歳の時に昇殿を許され、元服。その際、将軍、足利義明の返帰を受けて、名を秋座ねとする。正五位下、自重二除される。元気元年、十三位、現代名後に承認。天正二年、正二位に上る。天正三年三月、織田信長の幼女である佐護の方を妻とする。天正五年、左近衛大将、内大臣となる。 天正十二年十二月に、左大臣、富士市長者となり、翌年に、大木町天皇の関白となるが、橋場秀吉が内大臣となるのに伴い、左大臣を辞した。同年五月、この江信介と関白の地位をめぐって、口論となり、七月に関白職を秀吉に譲った。秀吉死後の慶長四年、秀吉の晩年の即室だった三の丸殿をめとった。 慶長十年、純三宮の宣言を受ける。江戸幕府との関係も良好で、慶長十八年に養子に迎えた九条忠秀の子に、徳川家康の返旗を賜って、高道とした。以後、二条家の歴代当主は、徳川将軍家からの返旗を受けるのが通例となった。現元年、五水のお天皇により、漢白、富士長者に再任され、 緊中波区下諸発との制定にも関与して、大御所、家康及び将軍、徳川秀忠と共に連習しているが予定よりも遅れたために、緊中波区下諸発とへの連習の日付の方が先になってしまっている。このために一般には全関白と認識されていることが多い。元名五年七月十四日、中部が原因で皇居。去年六十四、同日に関白職を辞す。 陰謀として後中の院を送られ、佐賀二村院に埋葬された。家徳は、死士、光道が継いだ。秋金は、古式天霊に詳しく、訓議会の長老として、また武家との窓口として、晩年に至るまで活躍した。日付イコール旧歴、橋本正信、近中並び区下中書ハッの性格、近世区下社会の研究、吉川博文館、2002年、 555ページ、ISBN 46億4203万3785ありがとうございます。